はいどうも小林隆史家についていく人々というファンクラブやっております、えー、その中で Zoom で毎週ミーティングをやってますんでその中から切り抜きですファンクラブの入会いつでもお待ちしておりますそれではどうぞ これはね、なんで、なんでこ,これ喋ろうと思ったのか、ちょっときっかけ忘れちゃったんだけど、あの、多分ノートにいろんなことを考え、考えを書いてるうちに思ったことだと思うんですけどね。なんかさ、その、えー、なんだろうな、自分が、例えばその成長するとかさ、なんかの伸びるみたいなものってさ、その、これをやることで何が伸びるかって、後になんないとわかんないなっていうことってやっぱあるなと思ってるんだけど、 そのやっぱりチャレンジしたりとか新しいことをやってみるっていうのは大事なのはやっぱりさずっと同じことをしてると同じところしか何て言うのそれも伸びなくなっていくじゃん結局同じことを繰り返してるとまあ大体ここまでいってさらにどんどんこの先って伸びなくなってくるからやっぱりこう新しいことやるの大事なんだけどただ新しいことってやったことないことだからこれ何のためになるのかとか <laughs> その <laughs> これによって自分の何が成長するのかって基本的には分かんないわけじゃないですか。ただから、その時は分かんないけど、後になってやってみた結果、その、あこれってこういうことに役に立つんだとか、あのそういうのって後になって分かるから、大丈夫だよって。 思うう思うよううよよよにしようと思ってるんですよねだだじゃないとさ、新しいことって始めなくなっちゃうじゃん。だってこんなのやったってさ、意味,意味ないかもしれないしって思うと何もやらなくなるから、何に役に立つか全然分かんないけどやってみようと思うことはやっぱり大事だなっていうふうにね、思いました。それは逆に言うと、その、何てうのかな、アベレージで、 なんでアドリブなんかやんなきゃいけないんだと思った時期とかあるわけじゃないですか <laughs>。いや、そこまでネガティブには思ってないけど、あの、だけどさ、そうやってこう、アドリブがうまくいったり失敗したりするじゃないで、そのことによって、まあ、失敗したら失敗したでね、その、ここでこぼれ話とかとして、その、笑い話に。 なったりするからそうするとさ、滑っても一応 OK になるじゃない <laughs> 俺の中で。滑ってもこっちで面白くなればいいやと思うから OK になるでしょで、そうすると面白くなっても滑っても面白くなるじゃん、俺,俺が。<laughs> それは結構大事で、そうするとさ、いろんなことを面白がる能力はさ伸びてるわけよね、<laughs> 俺にとって。そうすると、アドリブなんてやったって、俺は役者だから。 役者ととしてて別に伸びてるわけじゃないとかですね <laughs> 俺は芸人じゃないんだからとか思ってた時には分からなかった伸びっていうのがあるんだろうと思うわけね。でそう考えていくとなんか何かやって私事にチャレンジして何が伸びたかっていうのはもうずっと後になってわかればそれでいいんだなっていうふうに 考えるようになりましたでもやっぱりさアベレージ長くやったっていうのはそれはすごく感じることが多くてですねやっぱりそのイベントをやったり生放送やったりもやっぱりそうだったんだよね結局のところうん最初やってた時は本当になんで役者でこんなことしなきゃいけないんだろうとかどうやったらいいか分かんないしなってことばっかりやっぱり考えた時期っていうのがあってでも、まあ、やったことによってなんだろうな舞台に立つ時の、まあ、心がまあ気構えみたいなものを もう多分変わったと思うし、そのお客さんを楽しませるということに関する感覚も多分、えー、いろいろ僕にとっては変わったんだろうなっていうね、思っているんで、やっぱりやってみると、結果、どこかが伸びるので、だから、どこが伸びるか気にしないでやり続けるということは結構大事なんだなと、そうやってその楽しみに変わる瞬間をね、見つけていきたいなと思うようになりましたと。 まあ、その話ですね。うん、はい。というわけで、チャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。あ、あと、投げ銭したくなったら、概要欄の方にリンク貼ってありますので、よろしくお願いします。小林隆隆でした。